皆さんこんにちは。さあ今日はですね、お部屋からカメラ雑談ということで、先日ですね東京旅行行ってきまして、横田基地とかのあの動画は上げたのかな、はい。そこで使った機材とかちょっともろもろ紹介して、今回の旅行、ちょっとカメラの機材から見てどうだったかってところをちょっと話していこうかなと思います。でメインで使ってたカメラなんですが、今使ってる、α7-4 に、このレンズですね、はい、1635G のレンズをつけて、ほぼほぼですね今回の旅行このレンズ1本で、撮っていました。16mm から 35mm あるっていうことで、若干ねこのズームが足りないかなって思ったところはいくつかあったんですが、APS-C モードにしたりとか、あとは直接、被写体に近づいたりして、ほぼほぼこれでなんとか、なりました。で、F4 同士なんでちょっと夕方とか夜間弱いかなと思ったんですが、実際のところね午前中がっちりね動画撮影してると、もう夕方になると本当にねクタクタになってしまって、もうホテルにこのカメラはね置いてしまって、アクションカムとかを持ち出すことが多かったので、そこまでね気にすることは、ありませんでした。で今つけてるレンズ、20mm の F1.8 のやつなんですが、これはですね、こうやって部屋とかで動画撮るには本当に最高のカメラですし、ね、20mm で広角なんで、持ち出して使ってでもよかったんですけども、最終的にねこのレンズは一度も使うことがありませんでした。本当はこのホテルの部屋の中でなんかちょっと動画何本か撮ろうかなっていうことも考えたんですけども、本当に今回はですね、強行軍なスケジュールが多くて、帰ってきたらもう全然そんなね気力が起きなくて、結局このレンズ使うことはありませんでした。で α7-4 の方もですね、今回は 4K の 60p の、422-10bit で、ほぼほぼ撮影しまして、で、動画編集ソフトの方で、30p に落として、スローモーションとは結構かけて使ってたんですけども、これはすごく良かったですね。やっぱりちょっとシーンによっては切り替わるタイミングというかね、次のシーンに行くときに、少しスローモーション入れたりとか、ちょっと音楽と合わせるときに、少しねこう遅くした方がなんかちょっといいかなって思って、だいたい 60p で撮ったんですが、これは本当良かったです。120ね一応使うかどうか悩んだんですけども、結構現地では、撮影する時間とかタイミングですね、今回ね休日っていうこともあって、ね、東京都の中の人の出も相当多くて、なかなか一箇所にガチッと固まって撮影はできなかったんで、ほぼほぼね設定っていうのはもう撮影前に一回決めたら、あとはずっともうその設定のままやるっていう、感じでした。で大半のシーンがやっぱ動きながらのね、撮影だったので、こちらですね、DJI の RS3 ミニのジンバル、これをつけて、このレンズをつけて α7-4 で運用していました。全然こうね、ジンバルのこのモーターのパワーとかに関しては特別なんかめちゃくちゃ弱かったかなっていう感じはありませんでした。これ前にもね、動画上げたんですけども、この RS3 ミニ、キャリブレーションした後にマニュアルで少しね数字を持ってやって、ちょっとこのチルト軸のパワー上げたので、そこは今回、いい結果になったかなと。でジンバルでも補正しきれない細かい振動に関しては、このパソコンの、このねカタリストブラウズっていうソフトにかけて、最後にこう調節して、こう動画出力して、編集で使っていました。このカタリストブラウズも今回は結構ね良かったですね。やっぱジンバルに乗せてなんで本当に微妙な振動だったんで、ちょっとだけほんの少しだけクロップするだけでかなりね、綺麗な映像として使うことが、できました。で続きまして、このジンバルの収納問題ですね、バックパックはですねこちら、はい、これもうちのチャンネルではもう何度もね紹介していますけども、ミステリーランチの、この 3D アサルトバックパック、これに一式撮影機材全部入れたんですが、一回ジンバル出せば次そのしまう時って言ったらもう撮影が全部終わった後なんですよ。でそれ以外のちょっとお店に入ったりとか、ちょっとコンビニで水買ったりとかっていう時に、いちいちジンバルを全部こうねバラして入れて、カメラもバラして入れるってことはちょっとね、難しいっていうかめんどくさいじゃないですか。そこで今回ね大いに役に立ったのがこれですよ。はい、先日ねウランジから発売されたカメラストラップをこう提供してもらいましたけど、このマグリンクってやつのこのストラップ、これを首にかけまして、でこのジンバルの側面、この横の部分と、あとこのミニ三脚のところにこのマグリンクのこのアタッチメントをつけて、で、ちょっと休憩するときとかはこんな感じにこうパチンパチンと、ジンバルをこうストラップに固定して、であとはこんな感じ首からちょっと下げるような形で、
使ってたんですけど、これがすごくね良かったですね。まあちょっと片手でちょっとカメラとかこう手で押さえって言ってはね、こう保護する必要はあるんですが、まあこの状態だったら普通に歩くこともできますし、ちょっとお店に入って買い物するっていう、まあちょっと傘をちょっと体からぶら下げてるような感じになるんですけども、こんな感じにですね、ジンバルを首から下げることができますし、あと使う時もちょっとこうストラップグーッと、伸ばせば、よっと、まあ首から下げたままこうね撮影することもできます。これ長さをね瞬間的にこう調節できるんで、めっちゃこれ今回の旅行でね、まあ、ありがたかったですね。本当これがあったからだいぶねこう体力の消耗ってことを抑えることができました。でパッとこうね外すのもワンタッチですし、まあ、実際ちょっとこれ、ね、磁石でくっついてるんで大丈夫かなって最初思ったんですけども、一回ねしっかりとこのアタッチメントがこの時期のこのマウントですね、これカチッと入ってしまうと早々ね外れることは、ないので、まあここは安心して、使うことができました。あと今回手持ちで動画と写真もいくつか撮る機会があったので、その時にはこれ使いました。これもねこの、マグリンクのストラップと一緒に紹介したんですけども、このカメラを固定するためのやつですね。これをこう胸からこうブラーンと晒しまして、まあ、ちょっとこれは違うカメラなんですけども、まあ、この F35 の、これをね、マウントをつけてこう首からカシャッと下げると、まあ、こんな感じでカメラストラップとして使うこともできますし、ね、こういうふうに首から下げることもできるんで、これはね本当今回、このセットマグリンクのストラップとこのキットですね、これすごくね活躍しました。もう日本では今ではもう販売しているのかな、確かヨドバシカメラかアマゾンでもどっちも取り扱い開始していると思いますので、まあ動画下の概要欄の方に、リンク貼っておきますので、ぜひねこれちょっとチェックしてください。非常に今回この旅行で、使えたカメラストラップでした。はい、で大きいカメラはこんなもんかな。次にこれですかね、はい、 GoPro Hero 11、まあ、なんだかんだ言って、ちょっと定点カメラ的なね扱いではこいつがやっぱ一番良かったですね。この飛行機の窓とかにつけたりとか、と電車とかモノレールとかのねあの大きい窓にこうペタッと貼り付けておくだけで、こいつはねタイムラプス撮ると本当にこの移動シーンとかを、ね、綺麗に撮ってくれますし、あと旅行の2日目にですね、今回下北沢っていうとこ行ってきたんですけども、その時、一緒に同行してくれる人がいたので、その同行してくれる方にこの GoPro 持ってもらって、ちょっと僕を撮ってもらうってことをね、実験的にやってもらいました。いやその時も良かったですね。まあ、その方は別にカメラにめちゃくちゃ詳しいっていうわけでは、ないので、まあ、こういったねものを渡したとしてもやっぱちょっと操作が複雑じゃないですか。ミラーレスとか、まあ、このフルサイズもそうなんですけども、非常にこうね扱いが難しいので、そういった時にやっぱりこの GoPro いいですね。一回ね、ある程度設定決めておけば、あとはこの電源スイッチとこの録画スイッチだけなので、まあ、そういったカメラとかね詳しくない人でも全然扱えますし、しかもこう水平維持がめちゃくちゃ、強力なんで、まあ、ラフに持ってこう歩いたとしてもしっかりこう、水平ピシッとね、決めてくれますし、手ブレ補正はもちろん強力なんで、本当にねこれは他の人に持たせるカメラとしても非常に良かったです。でそれ以外にねこの DJI のポケット2でもいいかなって思ったんですけど、こうポケット2はね、まあ、やっぱなんだかんだでこのジンバル付きのカメラってことで少し扱いが難しいのと、これですよ、この画面がやっぱり非常にちっちゃいんで、なかなかこうモニタリングするのが難しいね。 GoPro なんだかんだでこの画面でっかいですから、こんだけね、2つモニター差がありますから、まあそういった初めて、ちょっとこういうね撮影しますよって方に対してはやっぱり僕は GoPro の方を、まあ、進めておきたいですね。うん、そうで今回この GoPro がすごくね使ったので、結局これは1回もそうポケット2はね1回も使うことがねありませんでした。まあ本来で言えばなんかねちょっと夜疲れたけど、まあもう1回ちょっと、ちょっと繁華街とかね動画撮りたいかなって思った時はこれ持ってきゃよかったんですけども、ちょっとそういう気すらをね今回起きませんでした。うん、まあやっぱでもね全然場所も取らないですし、やっぱコンパクトでねジンバル一体型のカメラなんで、まあ、やっぱなんだかんだ言ってちょっと旅行バッグには入れておきたい、機材ですね。そうやっぱりこの GoPro はねとっても万能でした。まあ画角の問題とかね、ちょっと背景ボケないとか少し解像感甘いとかところはあるっちゃあるんですけども、やっぱそれ差し引いても、今回の旅行では一番活躍した、カメラです。で続きましてこちら INSA3601RS1 インチ360度モデル、これもですねこの、 あのバックパックの横の方に入れて、いつでも使えるようにしたんですけども、これは何回使ったかな、確か3回くらいは、動画撮影に使いました。いやこれもですね、あの 30p あのフレームレートがねあの30フレームになると、まあ、ちょっとね解像感がめちゃくちゃ甘くなったりとか、この画面の端々がすごい荒れるんですけども、24とかにすればそういったこともだいぶ軽減されますし、
し、まあ、あと24でもね、そんなにね、これで撮ると違和感はまあないかなと。まあ、360度カメラで撮ったにしては非常にやっぱ綺麗だし、で、1インチセンサーついてますし、F2 のレンズですから、まあ、そこそこ室内とかでも、撮ることができます。で、これはですね、横田基地の撮影ですね。まあ、一通りこの今使ってる α7-4 で横田基地の全部のこう戦闘機とかなんか輸送機とか撮り終わって、まあ、なんか会場の様子をもっとバーッと撮りたいなって時にはこいつがね役に立ってくれました。あと写真ですね。こんな風にグーッと伸ばしてこうグーッと手を伸ばして写真パシャッと撮って、でそれをスマートフォンでまあパパッと加工してね、すぐこうツイッターとかにアップロードできたんで、こいつもやっぱすごくね活躍しました。まあ、やっぱ360度なんで後からいくらでもねこう加工できるっていうやっぱ強みがありますし、非常にやっぱね画角も広いので、まあ、あの横田基地のその広大な敷地と、あとすごい今回お客さん、いたんですよね、あの基地に、確かですね2日間で11万人って言ったんで、まあ、1日約5万人ぐらいですかね。まあさすがに5万人マックスあの敷地内にいなかったとは思うんですけども、それでもやっぱ数万人はいたんで、まあ、そういったすごいこう規模 あのお祭りだってことをまあ表現するのにもすごくこの、ね、カメラ、役に立ちました。あと まだ編集はできてないんですけども、今回ちょっと、ね、初めて明治神宮とか、行くこともありまして、そこでも、ね、このカメラすごく活躍しました。まあ、あの撮影っていうかこう1回録画スタートすれば、あとはもうどう思ったとしてもね、しっかり全部撮れるんで、まあ、あとは家帰って編集したいっていうところではあります。まあ、バッテリーがねちょっと弱いとかっていう欠点があるし、あとそうあの内蔵マイクがもうちょっとどうしようもないほど悪いっていう、まあ、欠点はあるんですが、まあ、それでもやっぱり1個あると便利っていうかね、機材がちょっとねトラブった時のこのバックアップ用のカメラとしても非常に活躍してくれるので、まあこれはね今後も使っていきたいかなと。でこのねインスタ360でこう室内の映像ですね、今回ちょっとねもんじゃ焼きをね初めて食べまして、その様子とかを、これで360度撮影でこう定点カメラ的にね撮ってたんですけども、ちょっとやっぱ室内では今回これね見た感じんっていうところはありましたね。まあ決してその映像的に全く使えないっていうわけではないんですが、やっぱ相当荒くなってしまって、あとその店内がねかなり電球色が強いっていうか、ほぼほぼオレンジ色みたいな光だったんで、まあ、それが少し、悪さしたのかなってところはあるんですけども、ちょっとねこの電球色になるとかなり解像感が甘くなってしまったりとか、まあ室内が弱いってところはありますね。一応1インチセンサーなんですけども、まあやっぱりあれですかね、外で使ってなんぼの、カメラではありました。すごくいいんですけどね、はい、という感じで、インスタ360もね今回活躍、しました。はい、といった感じですね。今回本当に超シンプルな、構成で持ってったんですけども、まあちょっと反省点としましては、やっぱフルサイズかなり重いよねっていうところでしたね。このね、リュックに、入れて、まあだいたい全部合わせて7キロ、8キロくらいですかね。はい、このジンバル含めて。まあそれをね、終日ずっと背負って歩き続けるのはかなりね、しんどかったです。まあ僕の体力がないっていうところもちょっとあるんですけども、まあそれにしたってね、なんか、すごくね、こうきつく、肩にかかる負荷っていうのは相当でしたね。で、これですよ。はい、前に買った ZV-E10 ですよ。これね結局1回外に持ってテスト撮影した以降1回も外に、ね、これ持ち出していません。なんかもったいないですよね。ほんとこれ、まあ、このレンズ、ね、シグマのこの 16mm つけてるからでかく見えますけど、このレンズ外せばほんとコンデジ並みにもう手に収まる、片手に収まるやっぱサイズ感なんですよね。でやっぱ軽いしなって、なんかこいつをもうちょっとそう旅行で活躍させられないかなと。まあもちろんそのフルサイズ持ってくってことはまあまあ持ってくんですけども、まあ日中のねそこそこその太陽の光がある環境であれば、まあフルサイズもこの APS-C のカメラもまあそこまで、まあ、映りは変わらないかな。まあちょっとクロップとかすれば若干ね変わりますけども、なんかそれにしたってなんか今回はねその一応フルサイズで撮ったは撮ったんですけども、そこまでこのフルサイズのメリットが生かされるようなことはあんまり言えなかったかなと。まあ夕方から夜間とかだったら全然違うんですけどもね、やっぱセンサーサイズ大きいしレンズも大きいんで光の取り込む量っていうのは全然こっち側もあるんですけども、まあ日中だったら別にこれでも良かったのかな。まあ、バッテリーとか弱いっていうところは確かにね、あります。やっぱこのちっちゃいバッテリーなんで、まあ、やっぱこのね α7-4 のバッテリーが長持ちしますから、なんで
まあ一応今後もこの α7-4 は使い続けることは前提ですけども、なんかね、この ZV、これ E10 だったかな、はい、E10 ですね。こいつをね、この次の旅行とかで活躍させられないかなってことを今ね、考えてます。で、先日、ソニーから ZV-1M2 でしたっけ、前に僕が使ってたコンデジのね、M2 出ましたけども、あれもすごくね、あ、いいなと、うん、今回の旅行をしながら思ったんですけども、あ、これだったらこのコンデジ、あれば、なんかこういう三脚とかね、こういうふうにつけて、ちょっと定点カメラ的にね、こうテーブルトップ三脚と一緒に合わせて、なんか撮り、ね、ご飯のシーンとか撮りたいかなって思ったんですけど、まあ言うてもやっぱあれコンデジじゃないですか。で、18ミリスタート。まあまあそれはすごいいいんですけどね。ただ、あれ確かね、予想価格が12万円ですよね。まあちょっとコンデジに、まあ12万円は結構しんどいなと。で、同じに20ミリの、ZV-1、ZV-1F でしたっけ、20mm の単焦点のレンズついたやつ、あれもねいいかなと思って、ちょっとヨドバシカメラ の上の点でひとしきりこう触ってきたんですけども、まあ、あれも、新品で買えばやっぱり5万円くらい、しますよね。まあ大体5万か6万くらいか、うん、でそれを考えると、せっかくこのコンパクトな E10 持って、まあ、全然コンデジョッカーもはるかにね APS-C ですし、ね、バッテリーも大きいやつなんで、こいつと何かちっちゃいレンズ、単焦点の明るいレンズをつければ ZV-1 みたいな運用ができるんじゃないかなって思ったんですよ。で、そこでですね、ちょっと欲しくなったのが、11mm の F1.8 のレンズですね。今ちょっと画面どっかで出してますけども、はい、これですよ。で、これであれば、まあ大体5万円程度で買えますし、こいつと組み合わせれば相当軽量、カメラが軽量になるので、このリュックの方じゃなくて、PGY テックの前に紹介したショルダーバッグ、あれにも十分入りますよね。で、ジンバルもですね、まあ全然この RS3 ミニ使い続けてもいいですし、あともっとちっちゃいズユンのクレーン M3 とかでも多分全然運用できるんで、なんか、うん、この単焦点レンズ、APS-C の単焦点レンズいいんじゃないかなと。まあ、で、今使ってるフルサイズでも転用できますから、はい、といった感じでですね、なんかちょっと今 APS-C レンズが少し自分の中でこう再燃し始めまして、まあ、せっかくね、まあ、新商品なのでコンデジの方 ZV-1-2 っていうのもまあありっちゃありなんですけども、どう考えても前の ZV-1 と似たような運用しか僕はできないかなと。で、せっかくね、この使ってない APS のカメラあるんだったら、同じコマね、半分の5万円払って、まあ、安い単焦点買った方がなんか幸せになれんのかなってことをちょっとね、今回旅行やってて、考えました。うん、もちろんフルサイズはね、これからも全然使い続けますし、まあこのカメラ自体は僕はバッグに入れるっていうか、旅行に持っていくときは先にホテルに全部送っちゃうんで、まあずっとこれをね背負うことはないんですけども、フルサイズで日中全部撮影を終えて、まあホテルに戻ってバッグを下ろして、じゃあちょっと晩ご飯食べに外出ようかって時に、ちょっとこのね、今後はこの ZV-E10 と、あとさっき紹介したもう軽いレンズですよね。まあ他にも、少し前にね、使ってた望遠レンズ、18105G とかも、あ、なんかちょっと今になったら、あ、いいかなって、特に航空祭みたいなね、ちょっと遠目でね、見るようなものが今回結構多かったんで、そういったのをこうグッとズームで寄って撮れればいいかなと。まあフルサイズのね、ズームレンズだともう値段が2倍3倍ぐらいになってしまうんで、ちょっと僕は手が出ないんですけども、でちょっとね、そういった少しこうコンパクトでなおかつ安い APS のレンズっていうのも、少し今後検討していきたいかなと、はい、思っております。ということで、今回はこう旅行に持ってた機材一覧と、次に欲しいちょっと安い単焦点レンズの話を、しました。皆さんはね、ちょっと旅行とかにはどんなレンズ持っていくでしょうか。ぜひね、コメント欄に書いてくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様も何かの参考になれれば幸いです。で、ここもですね、こういったガジェット関係の話いっぱいやっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。